県内では大雪のピークは過ぎましたが、市民生活や交通機関に引き続き影響を与えました。今後は雪崩などに注意が必要です。午後4時現在の県内の積雪は、加賀市姿谷で176センチ、金沢市で74センチ、輪島市で30センチとなっています。こうした中、金沢市堀川町では今朝、雪の重みで住宅の屋根付近が一部破損しました。この家に住んでいる80代の女性とその息子は無事でした。これがこの屋根に吸い取ったわけや。それをね、これが落ちてきた。こいつ帰ってきてみたら倒れとったんだ。またこのすぐ近くでは屋根から雪が落ち、道路を塞ぎました。屋根に注意して真ん中歩かないし、ここも学童の通り道なんで、そういう時間帯でなくてよかったかなと。交通機関も大きく乱れ、JR 北陸本線では特急列車が今日も終日運休、普通列車も金沢から福井までの区間の運転をすべて取りやめたほか、私鉄やバスにも運休や遅れが出ました。大雪のピークは越えていますが、県内では電線への着雪、雪崩などに注意が必要です。明日午前6時までの降雪量は、加賀の平地で10センチ、山地で15センチ、能登の平地で10センチ、山地で20センチと予想されています。新金沢郵便局脇の道路です。路線バスが出発しまして、すぐに凍った道路に乗り上げスタックしました。一方、昨日午後9時過ぎ、金沢市新保本の路上で路線バスがバス停を出発してすぐに雪にはまり立ち往生しました。1時間後には別のバスに救助され脱出しましたが、バスが脱出に成功しました。車体を揺らしながら進んでいきますが、またはまってしまいそうです。各自治体の除雪が生活道路まで行き届かず、バスの運行にも影響を及ぼしていました。